半量線半量線は古代中国で流通した貨幣、新代から全館にかけて広く使用された。重量が当時の土量衡で半量であることから半量線と称されている。春秋時代初期、進むにおいて円形円庫の銅線の使用が開始されている。形状が鋳造作業に勘弁であったため、その後鋳造工程の最終段階の研磨作業を考慮した。 円形化多項と形状を変化させながら、州や円、蔡、新などの多国でも使用されるようになった。紀元前336年、旗は銅線の鋳造を国家で行うことを定め、円形化多項の半量線を正式な貨幣と定めた。これが半量線の起源である。初期の半量線を一般に戦国半量線と称し、重量は 8g 程度。ただし、 鋳造技術が未熟であったため、その大きさがまちまちであり、中には円行のものも発掘されている。当時の半漁船には大天で、半、両と記されているが、両の中の人が長い時代より、長と両とも称されている。始皇帝により中国統一が達成されると、統一国家として、旗は半漁船の使用を強制し、戦国時代に流通していた。 各国貨幣の統一を図った。この時期、半寮船の鋳造地方で行うことを認めていたため、その表面には、焦点で、半、寮と記されているが、寮の中の人が短い受体より単人寮とも称されている。流法により官庁が成立すると、民間での貨幣の鋳造を認めた。 しかし、駐造した、半量船は一種程度のものであり、インフレが発生した。その後、前186年には8種半量が、前175年には4種半量が駐造された。前118年、武帝により5種船が駐造されると、半量船は廃止されるに至った。全国で9カ所の遺跡から25枚見つかっており、このうち現存するものは19枚ある。 特に、涙主張出土のものは、当地で、真の始皇帝から、高麗山へ派遣されたという除服の伝承に、関連する他の多くの出土品があり、これらと合わせて当地はこ地であることの有力な物証に挙げられている。柿沼傭平、中国古代の貨幣、お金をめぐる人々と暮らし、ありがとうございます。